さあやっていきましょうか。バイオハザード RE2 ということでね、今回からレオン裏編をやっていこうと思います。前回ね、レオンあクレア裏編をやってたんですが、ちょっとねここ最近なんかマイクの調子がおかしいというか、なんか設定がやってなくて、実はちょっとクレア編が終わった後とかにもまとめてね一気にやったりとかしてたんですけど、あの収録をねちょっと出る時に撮っちゃおうと思ったら、なんとね全部音声入ってなくて、ゲーム音だけ取れてて、僕が喋ったやつが全然取れてなかったんですよ。終わったみたいになってしまって、そうめっちゃショックだった。だから4本くらい今ね取り直してるっていう感じなんですよね。でまあその時々のねあのプレイのその雰囲気とかっていうのもあるからね、音声だけ付け足せばなんとかなるかなっていう部分はあるんだけど、それだとねあのなんか生のなんか雰囲気とか味わうことができないから、もう本当にせっかく新規でレオン表じゃあ、うん、おもちゃレオンがブワーッとやっていこうと思ったんで、そんな感じだった。待って、撃たないで、しゃがめ、うわー、ビッグシュースショーサバー、こっちだ。なんかここ最近のなんかテンションおかしかったでしょ、若干暗かったでしょ。だからソニー行けば何か分かるか、これが多分7月29日に上がるかなと思うので、レオンケネディ26789クレア、そうクレア裏編のこうクライマックスシーンに近づけば近づくほど、なんかもうちょっと撮り直し、だから同じ箇所に2回やってるっていうところがあるので、なんかうーんと思って、まあね、あの実況自体は好きだし、皆さんにねこうやってね、あのなんかまあ僕一方的に喋るだけだけど、こうなんかゲームとか通じていろいろとねつながることができるっていうのはすごい楽しいから好きなんだけど、とはいえね、とはいえさ、やっぱり撮り直しって結構気持ち重いよ。1時間2時間が無駄になるね。仕事でもさ、ここまでやったのになんでっていうことってよくあるからね。本当にここまでやって、お客さんに対してもさ、こうある程度冷たくしてる方がなんか案外ね、お客さんがうまくこうこっちに寄ってきてくれたりするけど、こっちがあまりにもねお客さんのことやつフォローしすぎて逆に離れていっちゃったみたいな。無事についてるといいが、意味ねーっていうね。はい、ということで、あのもうムカつきましたね。まあ、前回のねクレア編の時にもあの話はしてるんですけど、もう今回はねちょっとこれまで苦しめられてきたゾンビとかレッカーとかチャイランズとかっていうのをもうフルボッコにしていこうというふうに思いますので、もう遠慮なく無限ハンドガンを使ってね、あの全ゾンビを殲滅していきながら進んでいこうと思っています。で、そうなんだよな、いつもこれクレアの時もそうだったんだけど、あのハーブが見つかんないんですよね。あのグリーンハーブが、レッドハーブと、ここじゃなくてもちょっとあっちの墓場とかにあったりするのかな。だとしたらちょっとあれなんだけど、まあいいや、うん、はい、じゃあ、これを取りましたら残念ながら実のなる恋をねやっていきましょうか。クレア、チャンチャンチャチャンチャチャンチャラチャチャ、なんだったっけ今の。今そっちへ行く。花壇、なんかあったよね。思い出ずっと燃えるバーニングファイヤー。はい、レオン、私たちいつもこんな感じね。大丈夫か、19歳のヘリコプターがこの、ね、急に現れて、ね、目が可愛いよね。鍵はないよね。ええ、ないわ。でも会えてよかった。そっちはどう？なんとかやってる。とんだ夜ね、ま、ああ君の兄さん、それなんだけど、爆発して、これ以上追い込むわけ。レオン早く逃げて。起き上がってくる。まあ、こんな寝起きドッキリかまされて起きないやつが逆にない、安全な場所へ行くんだ。はい、まあ、いろいろちょっとやってきてる感じですね。フェンスが持たない。今のあれだね、早く行って。グレンゾンビだったね。はい、生き延びよう。そしてゾンビが向かってくれているので、さっきね、あ、心配な目をしてくれている。そんなことよりもあなたのおっぱいに包まれたい。こんな罠よかったら倒しといて、こいつもうごめいてるから。じゃあ早速なんですけど、てかもうすでにね、レオンね
いつの間にどこで着替えたの？さっきなんかジャケットみたいなの着てたけど、いつの間に着替えたあの警官の格好になってんのよって話だよね。よし、じゃあ、M19、M1911 ポスターボーイ。M1911 じゃない。じゃあもう早速もう今回もう遠慮なくこれ使っていく。遠慮なくこれからつけていく。で、鍵取って、で、警察署に侵入していきましょう。で、これも、ちょっと待って、あなたも着替えてるでしょ。ガサガサしなくていいじゃない。同じ格好である。はい、じゃあ、アイテムを取りました。あー、これは見らないからアイテムカチャコンからつけておきましょうか。はい、まあ、ちょっとね、ゾンビをね、まだゾンビをまあ一体一体倒していくことになるので、まあどれだけちょっと時間がかかるかっていうのはわからないんだけど、あー、なんかお尻が見えた。青いやつ、ケツ、アートナートル。オッケー、いいね。いやー、なんかもう気持ちいいね。こうなんかもう遠慮しないでこう、ああ腕が落ちてる、遠慮しないでこうぶちのめせるっていうのが気持ちいいよね。おお、いいね。あ、ちょっと、あ、警官こっちに来た。マジか。やばい。あ、ちょ、無限ハンドガン。そう、なんかね、ちょっと威力が低いらしいね、無限ハンドガンなんだけど。だからまあちょっと弾数は無限だとしても時間は多少かかってしまう。これはもう仕方ないところだよね。まあ無限ゆえのね、あの何かしらのハンデはないといけない。おおおお、どんどん頭が砕けていく。はい、奥の方では内股でなんか立ち尽くしてるやつがいるけど、そんなやつはもう気にしない。もういいかな。ういさすがに15発全部打ちのめしたらね、もうね、立ち上がることできない。ああ、あっち向いてたのか。ほら、こっちおいで。来れるもんならおいで。おい、ね、来ないならこっちが向かってってあげるよ。ふり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 。ふりふりふり。ん？足がすごい斜めってね。ああ、ない。新ジャイアンゾンビか。じゃあ、ここをカチャコンとしておいて、オッケー。じゃあ、ああ、そうか。いらないアイテムをもう捨てましょう。え、ちょっと。あのね。これを未だにね、スペースキーを押すか、クリックでやるかっていうのがね、これちょっと悩みの種だったんだよね。まあ、悩むほどのことでもないのかもしれないけど。あ、今回こいつあれね、モニュメント形式だから起き上がらないって。あれ、ちょっとゾンビ来ないぞ。大丈夫か？パリン来るよね。そりゃそうだよね。うん。おはようございます。ダイナミック侵入。うら、うら。はい、残念。でもなんかまだ生きてそうね。だよね。はい、もう残念。で、こっち行くと、あ、ちょ、あれ？普通に俺今外に出た。まあいいや、常に木の糸取れたから。さあ、ちょ、塞いどっけど、こっからゾンビが出てくるかどうかなんだよな。あそこにエリオッツがいるよね。もうすでにやられたエリオッツくん。あれ？ちょっと起き上がらないぞ。あ、そっか。頭、ブシュー。でもあそこ行く前に、コンバットない。こっちに切り替えとこう。あの、間違えてね、あの、手榴弾を使っちゃったらね、もったいないからね、手榴弾だけどね。で、こっちゾンビはいないのか、そっか。じゃあもうここカチャコンとしておいて、ほいっと。で、入っていきましょう。で、ここはここゾンビ1体しかいないっていうのがすごい楽だよね。ほい。のけぞってる。OKOKOK。すーごい姿勢よく倒れてたな。で、こっちでうわーって横向いてる。なんかどんどん入っても手に入るな。これ全部持てる。あー、待って。防げねえんだよな。これ持ってて入ってくるよね。つらそうだよね。まあ、あの、入れるためのね、あの、窓ガラスガッシャンをアシストしちゃったからね、こっちがね。はい。入ってきた瞬間に。もうダメ、芋虫コロコロコロリンチョ。足全然切れんな。5発ってようやくってところか。厳しい。で、取っといた方が、あれ？あ、そかそか。あそこのなんだっけ、あの、シャッターを開ける新刊的なやつはここにはないのね。こっち行ったら最初に出てくるゾンちゃん2体が来るわけでもなく、あれ、じゃあここいないのか。じゃあ一応クレアが
もうぶちのめした後っていう設定になるのかな。はい、ほんじゃまあ別にいっか、もうこれ抱いてもらう終わっちゃったしね。んじゃあまあちょっと中途半端なんですけど、本当にいないよね。そうだね、まあ、あの中途半端というか、まあ、ちょっと収録時間短いんですけど、一旦ね、まあ、あの新レオン裏編が始まるということなんで、一旦ねここでねパート終了させていただきたいというふうに思います。ちょっとアイテム整理してね、ずっと終わってゾンビ全然いないね、まあ、ちょうどいいところにね、あだからそうかこれ取れねえ、いいところにこれがありますんで、まあ、なんかあの紙の掲示板っていうのがなんか時代を感じさせるよね。98年今時なんかも紙の掲示板なんかやってるような会社にね、入社したらもう結構辛いよ。もうあの倫理とか何でも上げるのに関して もう時間がかかって仕方がねえってなるからね。もう今時の時代はあれですよ、もう全部グループやとか使って電子決済電子倫理とか上げてった方がいいからね。はい、ということなんでね、とりあえずちょっとアイテム整理だけして次回パートスッと進めやすいようにだけしときましょうか。はい、違うこれ預けない。まあ回復アイテム一旦いらないとかないけど、バーンってなるから大丈夫だからね。で、アイテム取ってあれちょっと取れてはい、ということなんでね、いよいよねレオン裏編で、進めてやっていきたいというふうに思いますんで、ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタン押して応援ムンムンパンパンしていただけたら嬉しいでゴンス。よし、じゃあアイテム整理してこの辺りはまあ別にいいかな。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。